イブンバイタールイブンバイタールはアラブの科学者、植物学者、薬剤師、医師である。アンダルス地方の最も偉大な科学者であり、イスラーム世界の黄門時代、ムスリムの農業改革における最も偉大な植物学者、薬剤師とされている。バイタールは12世紀の終わりにスペインのマラガに生まれ、アブーアッパース・アルナバティから植物学を学んだ。アルナバティは 近代的な科学の発展に貢献した。彼はまず初めに検証実験を行ってから、数多くの薬物学の考察と同定を行い、実験結果や観察に基づいたものと、未確認情報等を分離して発表した。この研究方針は、バイタールに引き継がれた。1219年、バイタールは植物採集のため、故郷のマラガを離れ、トルコのアナトリア地方からはるか、 北アフリカの海岸まで旅をした。彼は、ベジャヤ、コンスタンティーヌ、チュニス、トリポリ、バルカ、アダリアをよく訪れた。1224年、植物学者のチーフに任命されて、IU 部長のスルターン、アルカーミルに仕えた。1227年、アルカーミルはダマスカスまで支配を広げ、バイタールは彼に同行し、それは、シリア地方の植物採集の後期となった。 彼の植物の研究はサウジアラビアやパレスチナを含む広大な範囲に広がった。1248年、彼はダマスクスで亡くなった。ありがとうございます。